音楽映画にあと盛りだくさん関西ウォーカー編集長取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども彼にかかれば行列のお店になる徹夜も当たり前原稿流し込み片手には栄養ドリンク必死で頑張ってる視界はゆるゆる関西ウォーカーそれでも見てなしっかりやるわ本間頼むでカン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 関西ウォーカーいつもあなたのその心に伝えます関西ウォーカーはいはいはい、はい、始まりました関西ウォーカー TV の時間がやってまいりましたというわけで、本日司会を務めさせていただきます関西ウォーカー特集デスクの薮慎太郎ですよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますはいそしてもう一人司会ははいゴールデンウィーク特集担当しました編集部の金山ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお願いします。で本日はですねこちら関西ウォーカーの最新号が今日まあ発売になりましたというわけで、スペシャルのゲストの方と一緒にですねこちら関西ウォーカーの最新号とても面白いぞという配信をこれから1時間にわたってお届けしたいと思っておりますので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では金山さん早速ゲストの紹介をそちらからお願いしてよろしいですか。こちらからじゃあ私のお隣からですね、はい、柴田彩さんじゃあご紹介お願いします。はい皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。こっちですね。こっちです。はい、今こっちですね。はい。せーの、ピーチーズ。はい、というわけでね。柴田彩です。よーどうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、関西ウォーカーの、110ページですね。はい。今私見てたんですけども、お、110ページ。次回の放送は4月22日。はい、1時45分でございますよ。ぜひ皆さん見てくださいね。これね、大好評のテレビ番組表。文字が大きくて見やすいテレビ番組表ですね、これはね。はい。はい、ピーチルは毎週日曜日の深夜25時45分です。4月から日曜日になりました。はいうん、ました見てください。はい、見ましょう。よろしくお願いします。はい、そして、はい、はい、こちらです。はい、どうもカメラさんありがとうございます。大変だね。はい、松竹芸能から参りました。歩くテーマパーク木の瀬ひかるです。よろしくお願いします。よよはい、普段はどういったことされてるんですか。そうですね、私は何屋のエンターテインメントアイドルを目指し、関西を中心に活動しております、はい、いろんな、ね、番組でリポーターなんかをやらせていただいているので、うん、またお見かけの際にはお声掛けください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてはい、皆さんこんにちは、滝口ミラです。ミラッチョです。ミラッチョ歩く USJ こと滝口ミラです。よいいですね、歩く USJ。で、ミラさんは最近ね、はい、またこれ面白いこれお芝居があるということを聞きましたけども。はい、私ですね、滝口ミラと、はい、ホリプロの荻野かなちゃんと一緒にですね、ミラかな姉妹という、これユニット名じゃなくて、はい、企画名なんですけれども。企画名。はい、はい、あのですね、私と荻野かなちゃんと一緒に即興のお芝居をやらせていただくことになりました。はい、あのですね、お客さんからいただいた紙をですね元にして、本当に即興でお芝居を作っていくっていう結構難しいお芝居になってるんですけれども、他にはですね、カフェタイムとかもあったりとか、結構普通にトークしたりとかするフランクなイベントになっていますので、皆さんすごく楽しいお芝居になっています。よろしくお願いします。北堀園に来てください、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらのイベントは、何月何日からですか。あ、4月の21日土曜日ですね。4月21日土曜日。あ、違いますね、4月21日土曜日で合ってます。合ってましたね。はい、合ってました。4月21日土曜日からスタートで、4月21日土曜日スタートで、はい、5月は5月19日土曜日にありますので、はい、2回じゃあるということですね。そうですね、いや、毎月やらせてもら
ございます。6月、7月、8月とありますので、これはずっと続いていくわけですね、はい、月1イベントでいろいろ続いていきますね。あら、これ後輩ですか、はい、じゃあかなちゃんというのは荻野かなちゃん後輩で、後輩の以前ホップクラブというアイドルグループやらせてもらってたんですけど、す、ね、はい、その後輩が荻野かなちゃんなんですけど、あ、ホップクラブさんの後輩なわけですね、はいはい、もう本当に全然できない子で、私よりもできないですよ。おっとっと、はい、本当になんか頭が良くなくて。かなちゃんは今おいくつなんですか？16歳ですね。まだだからね、高校1年生かみたいなね、はい、そう、なんか私こんなこと組むことになっちゃったんだろうと思って。あら、じゃあちょっと結構皆さんもビシバシとちょっと教えながら、ね、私も全然できないんですけど、でも即興の芝居ということで一応ね、はい、早くコメントできるようにできるように、ちょっと今回もね、いろいろと稽古もさせていただいてるんですけど、鍛えてるわけですね。そうですね、はい、鍛えさせていただいてます、ね、これ昨日さ、ちょっと耳が痛いんじゃないですかこれね。だいぶしっかりしてますよこれ、皆さん同い年なんですよ。え、そうなんですか？そうなん、そうなんです。だからちょっと、はい、ドキドキしますね。しっかりした皆さんめちゃしっかりしてますよね。いやいや、全然しっかりしてないです。ほんまですか？はい、いや違う、多分しっかりしてなさすぎて、しなさすぎて、なんかすごいいいコンビがね、なんかできそうな感じですよね。ちょっとやります、ミラミラピッチ。いや、いいです。断られましたけどね、これ。いや、力みすぎてるから、もう今回ね、はい、あのね、ピーチ流から柴田彩ちゃん来てくださったんですけど、実は私ね、今回、はい、ピーチ流のオーディションに落ちまして。あら、そうなんですよ、めっちゃちょっと悔しかったんですよ。オーディションが柴田の前で、いやいや、そうなんです、ね、で、しかもオーディションの2点もあらかじめ聞いてたんで、その日もちゃんと丸1日あげて、うん、オーディション用の服も買って買って準備してたんですけど、書類で落ちてしまって、浮かれそうやのにね。なんか浮かれそうですよね、ピーチ流っぽいよね。ちなみにこの服なんです。この服がピーチっぽくて、ピーチっぽい、ピーチっぽい、ね、この服をオーディション用に購入された。そうなんですよ、皆さんやっぱあれですよ、書類審査で落ちたっていうのはやっぱり残念ですよ ね、うん、そうですね。実物見てもらって、このね、歩くテーマパーク言うてたらもう、絶対いけた、絶対いけた、ねえ、もったいない。ほとんどピーチリオさん、次回はお願いします。実質にお願いします、お願いします、お願いします、お願いします。仲良しやからさ、なんか友達同士でこう、ね、関係者の人見てるかもしれへん。そうそう、関係者が見てますからね。今回ちゃんとお伝えして、ね、そうですよ、私も出たいわ、うん、はい、ね、ね、いいチャンスとして、ね、はい、お願いします。今ね、ツイートでもね、はい、YT1040 さんが、ピーチ流はイベントにも行ったことありますよって方がいらっしゃったんで、ね、これありがたいね。あとね、その先ほどあのミラさんが、はい、荻野さんのこと話してたじゃないですか、はい、ミラーイズエンジェルさんから、はい、荻野は何でか知らんがむちゃくちゃ自信満々だったぞって す, すごい自信満々みたいな、自信はすごいある子、はい、一応ね、ねえ、そうそう。あとね、ミラクルさんも、同い年なのかって今ねツイートもいただいて、そうなんですよ、それはどういう驚きだよ。いや、だから しっかりしてはるから。そうですよね、現役だとね、全然先輩なんですけどね、はい、実は同い年だったんですね。うん、でも、お一人はでも違う、私、年齢ですか？年齢は上、何歳ぐらいだっけ、25なんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ3つ上ですかね、私たちの、はい、ね、だからもう、ね、中3やったら小学6年生、うん、学年的にね、制服のお下がりもらえる感じがちょうどね、かぶらへんからね、え、そうそう、ちょっとアイドルに年齢聞くってもやってはいけないことやりましたけどもね。はい、まあそういうわけでこのメンバーでね、はい、お届けしますけども、ちょっとバラエティー溢れる方々と、今回はこの発売、今日発売の関西おか最新号にまつわるガチバトルを3つ行おうかなと思ってま す, です、ね、はい、まあミラさんもともとね、関西おか姫としてこの世界に入られた、ね、ありがとうございます。そうです、あの時オーディションで1位だったわけですからね、はい、そうですよ、だから今日はもう1位間違いなしですよ ね、 このね、はい、頑張ります。楽勝ですよね。いや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 お、いやいや、テーマパークですよ、歩くテーマパークですよ、あ、テーマパーク、ゴールデンウィークといえばテーマパークですよ。さあ、出ますねこれね。テーマパークの情報いっぱい載ってますからね、これね、もう何回も分ける気がしません、分ける気がしません。そう、はい、ということで、この関西岡最新号に、はい、まとめましたね、はい、質問などもろもろやっていこうかなというバトルが3つあるんですけど、ええ、はい、このバトルを3つ行って最終的にですね、うん、1位になった方には、はい、素敵な商品をご用意しております。あら、いいですねこれね。今回ですね、はい、まあ、100円スパ銭といって、100円スパ銭、はい、入浴料がなんとこのクーポンを持っていたら100円になるっていう、
なかなかこれ、ちょっと衝撃的なページが載ってますよ。これニューヨークシーンが載ってるじゃないですか。お買い得ですね。お買い得のね。そうなんですよ。ワンコインで。でちょっとね、ここのスポットによってはゴールデンウィークも全部使える、はい、お部屋さんとかもあるんですね。なんでちょっとこの傘を購入していただいて、クーポンを切り取って持って行ってもらうというも、うん、のがあったら、ちょっと、はい、しかも気になるページ見つけたんですけど、はいはい、ここのね、はい、ページはこれ15ページですかね。15ページ、15ページのね、はい、千とすみれの湯っていうところなんですけど、はい、ありますね。これ私のお母さんパートしてるんですよ。お母さん超個人情報です。お母さん乗ってたよ。お母さん乗ってますよ。お母さんありがとうございます。今回ご協力いただいて100点になりますよ。お母さん、お母さんありがとうございます。ゴールデンウィークすごい混みますよね、これ。お母さん仕事忙しくなっちゃうね、これ。なんで今回その100円スパ線が入ってるからということも、うわすごい。お風呂セットというのを、お風呂セットをお願いしました。こちらね、今日のクイズ大会で優勝した方に差し上げますから、ちょっとこのお湯のマークが入って、これが欲しい。これね、お風呂で活用する、ヒノキ作りのね、これ、はい、いいですよ。あとこれは手ぬぐいですね、手ぬぐいセットもあります、はい、あ、渦巻きや、渦巻き好き。しばっちゃんすごい、しばっちゃん渦巻きに偉い反応しましたけど、見せる前で奪われるっていう。手を上げていただいてありがとうございます。はい、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 私はピーチルでも言わせてもらってるんですけど、はい、渦巻きあやたん、柴田あやです。あ、なるほど、そういうのがあったわけですね。そうなんですよ。その読売テレビピーチルのソロ企画があったんですけど、ソロ企画、はい、雪の斉藤雪乃ちゃんは鉄道、はい、鉄道アイドルですよね。やったりとかしてたんですけど、はい、私は渦巻きが好きなんで、見知らぬ福岡県の商店街で学校1時間で渦巻き何個見つけるかっていう企画をして、約50個見つけました。あ、それすごいですね。しかも私、田島ちゃんとは前々からお付き合いさせてもらってるんですけど、渦巻きが好きになったきっかけが全然アイドルっぽくなくて、なんでなんですか。なんで渦巻き好きになったんですか。ホラー漫画からです。ホラー漫画、あ、それ渦巻きってありますよね、漫画でね。あれからですか。それから、すごい驚々しい漫画があるんですよ、渦巻き。あれ作者の名前がちょっと出てこないんですけどね。伊藤潤二さんの渦巻き、めちゃめちゃ怖いですからね。ぜひ皆さん画像検索してもね、怖いですから、もう見せられないですからね。絶対欲しいこれ。はい、千葉ちゃんお喜びの渦巻きの手ぬぐいもありつつ、そう、そしてこれお風呂上がりにもうワイン大好きのミラさん、これ、はい、おー、萌えシャン、萌えシャン、萌えシャン、そう、萌え萌えのシャンパンを、はい、ごめん、秋葉原感が、秋葉原感がある。お酒、本当にお酒です。そう、かわいいですね、これお風呂で入ってもらって、めちゃめちゃ可愛いですよ。お風呂上がりを飲んでいただくという、ちょっとこの豪華を、豪華、豪華ですよ、これはね。いや、これいいな、これいいでしょ、はい、お風呂で、そうですよ。ぜひブログにこれアップしてくださいね、これね。勝者のブログにアップされますからね、これね。頑張ります。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、じゃあね、はい、早速、はい、一つ目のバトルに参りましょうか、金山さん。はい、行きましょうか。はい。ではですね、第1個目のコーナーです。はい。こちら、関西ウォーカー持ち込みクイズです。イエーイ。まあ、これはですね、皆さん中学校高校の時にですね、英語の試験とかで英和辞典持ち込んでいいよみたいな試験あったじゃないですか。はい、はい、それの関西ウォーカー版というのをですね、ちょっと今やってみようかなと。はい、今から問題出しますけど、皆さん関西ウォーカー持ち込んでいいですよと。はい、まあ、お手元になりますか、関西ウォーカー。はい、置いてます、ね、今回関西ウォーカーはなんと100ページの道の駅ベサスキっていうわけで、はい、こちら2冊があなたたちの参考書です。はい、いいですね。どっちもこれ、どっちもです。どっちから出るかわからない、はい、どっちから出るかわからない、わかりませんよ、これね、はい、しかもこれ特大号やから、そう、すごいページ数、ちょっとページ数も多いですからね。多いです、普段より多いです。なんでこの中からこれにまつわる質問を私が出しますので、うん、関西ウォーカーの中から答えを見つけてください。はい、もう全ページの中から質問が出ますです。はい、ね、で、各これ答えていただいて、もう早押しなので、うん、もうすぐ手を挙げていただいて、はい、早押しというか、まあ、手を挙げていただいてね。そうそうそう、叩いていただいて構わないですけれども、ね、はい、で、こちらですね、1問正解ごとに5ポイント5ポイント、はい、はい、で、これどんどん累計していって、一番最後に優勝した方には、うん、先ほどのお風呂セットが贈呈されますので、いす、はい、よろしくお願いいたしますね。はい、はい、で10問出させてもらいますので、い、ね、はい、ちょっと難易度がですね、質問ごとにどんどん上がってきます。最初は結構簡単なものが多いので、どんどん答えていってください、ね、はい、あ、皆さん足しびれたら崩してもらっていいんで、ね、はい、僕足もうしびれたんで今崩しました、はいはい、ちょっと感覚なくなってきましたよね、はい、ですね、徐々に、はい、今ミラクルさん、ワインでミラクチョ元気になったってきましたね。おもう赤ワイン大好きで、赤ワイン大好きで、こないだのハンバーガーのね、ヤブストリームでも、ヤブストリームでももうすごい酔っ払ってましたよね。顔真っ赤っかで、みんなに言われましたよ。放送見ててすごかったですからね、色合いがね。
そうそう、はい、私も途中から記憶ないんだよね、あれね。本当ですか？全く記憶なくて、大丈夫ですか？途中から身の上話を始めたでしょ。あれやばいなっていう話をしてましたね。酔っ払いすぎて。酔っ払いました。身の上話してました？してたじゃないですか。私、韓流が大好きで、韓国人の方と結婚して、離婚したんですみたいなのを。勝手にベラ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 喋って、それ覚えてない。それ私覚えてない。私ら二人がやばいって。やばかったですか？それやばいですね。を一人で飲み続けてたんで、はい、ちょうど横にテーブルあったんで、こう入れて飲んで入れて飲んでっていうのを繰り返してた。確かにそれぐらいお酒が進むぐらいね、美味しい企画でしたよね。企画でしたからね。そうですよ。楽しかった。ぜひ皆さんヤブストリームで検索してね、そう、アーカイブ見てくださいね、これね。見てください。ですね。ミライズエンジェルさんもね、あの早稲田大学はなんか持ち込みカーだったらしいですね、あの試験にね。あ、そうなんや。そんな大学あるんですか？ね、この方じゃミライズエンジェルさんは早大生なんですかね。すごいですね。めちゃめちゃ頭いい方じゃないですか。すごい。知らなかった。ミライズエンジェルさん。すごい。いいな。いつも大学行きたかった。そうだ。あとジャイアン1110さんは、しばっちゃんにさすが渦巻き見つけんの早いみたいな。ありがとうございます。ジャイアンさんですもんね。見てください、渦巻きですね。そう、そう、あとカータングルさんもね、しばっちゃん遅くなったとか来てますよ。おー、ね、そうですね。ありがとうございます。ボケてボケての要望も来てますけどね。あ、ボケてボケて、しばっちゃん、ボケてボケて、キノスさんじゃなくて、何やで、キノスさんもどうしよう。ボケキャラ、ボケキャラじゃない、ツッコミキャラですね。え、みんな酔ってるんっていうのに来ましたね。まだ酔っ払ってないですよね、今日はね。まだ大丈夫ですよ、今日。全然飲んでない、全然飲んでないのに。ね、お酒、お酒好きなさ、トリオですこれ。トリオ、あ、しばっちゃんもお酒好き。次、スパリでな、飲みに行ったり。ただちなみにね、めっちゃ強いんです。飲んでも飲んでも酔っ払わないから。ミラさんの対局で強い方がいらっしゃった。薬飲んだら、カップ潰れて、もうね、終わってしまう。ね、何でも飲むんですよ。何でも飲む。でも日本酒からね、ワインから。皆さん、ミライズエンジェルさん、壮大は落ちたけどなって。すいません、もうほんまに。受けただけやったり。受けるっていうことですよ。そうそうそう。今はすごいことですよ。受験資格すら僕ら与えられないですよ、こんなもん。私も大学行けへん、やめときって言われました。やめときって。受けたアドバイスが。それ傷つくだけやから。頑張って頑張りましょうね。はいはい、今日の試験はじゃあ皆さん合格を目指して。はい。はい。申込み試験です。はい。じゃあ第1問から花山さん、じゃあお願いします。じゃじゃん。じゃじゃん。質問1。はい。1問ですね。はい。あの超有名アイドルグループのカフェが4月4日に難波にオープンしました。お。さてそのあと。早い。早かった。はい。じゃあ光野さん。一番早かですね。AKB48。正解。イエーイ。はい、ヒカルさん、これはね、関西ウォーカーを使っての試験なんで、はい、何ページのっていうのはちょっと証拠見せてもらっていいですか？はい、はい、こちらも開いてすぐ、はい、6ページでございます。関西ウォーカー6ページ、はい、皆さんね、持ってる方開いてくださいね、はい、6ページですよ。 AKB48 カフェ&ショップ難波がオープンということでね。お、柏木由紀さん、山内さんなどの法案の話題メニューたくさんたくさんある。ちゃんと解説までしてくれるんですね。これめっちゃ美味しそう。これこの間行きましたよ、私。あ、マジですか？はい、行きました。これはプライベートで行かれたんですか？レセプションみたいな。いや、あのね、隣の吉本さんの、はい、あの、はい、漫才を見に行ったんですよ。見に行かれた。大阪漫才の、はい、見に行った時に、はい、ちょっと早く着いたんで、行ったんですけど、もうめっちゃ痛い。人ね、すごいですね。すごいですよね。そう、すごかったですよ。行列もできてますからね。整理券配ってますもんね。ちなみに私、NMB48 の、あれ公演が見たいって言って、何回もチケット買おうとしてるんですけど、はい、全然当たらなくて。そうなんで、やっぱりプラチナチケットなんですかね、今はね。そうなんです。ね、このカフェのオープンの時はね、NMB48 も駆けつけたってナンバーなんでね。ナンバーなんでね。やっぱり AKB とか NMB とか入りたいとかそういうのってあるんですか？いや、全然興味ないです。あ、ほんまですか？もうそれはちょっと違うぞと。そうですね。芝居の方が。前はちょっと思ってたんですけど、うん、今ちょっとやっぱ落ち目っていう噂も聞いてきたんで。あら、むっちゃズバズバ言いますね。さすが、ミラさんも。怖いもん知らずですね。いやいやいや、誰見てるかわかんないですよ、ウッソリーム。ミラチね、演技まで。大丈夫大丈夫ですか？ちなみに私、NMB48 のオーディションも落ちたんですよ。落ちた。オーディション。
落ちてたって、落ちてますね。でもね、久しぶりのお姉ちゃんの服は違う。お姉ちゃんの服はやっぱチェック柄の服とか、そう、でも可愛らしく、そうなんです、お母さんにミニスカートで用意してたんですけど、はい、まあそれを見ていただく機会もなく、書類で跳ねられました、うん、書類がね、書類がね、書類はやっぱり難しいですね。キャラとか見てほしいですよね。そうですね、一回喋ってほしいです、ね、うん、ジャイアンさんも、ヒカルはいつでも元気って今来てます。 ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ね、この放送レギュラー化せんかなとかいただいてますね。ありがたい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょうか、はい、ちょっと一問一問にすごいこう皆さん盛り上がって盛り上がっていきましょう。はい、はい、第2問、はい、はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、はい、期間限定でアトラクションをオープンします。お、ゴールデンウィーク期間限定、はい、さて、そのアトラクションの名前は何でしょう。はい、さあ、ちゃんとページ数をね、はい、あ、はい、皆さん、皆さん、よかった、お願いします。はい、はい、ページ数は26ページ、ユニバーサル・ワンダーランドです。皆さん、イベントですよ、期間限定のイベントですよ。イベント、あ、はい、はい、リベンジ、リベンジで、はい、何ページですか。24ページ、24ページです。正解、正解、ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょっと画面見せながら解説してもらっていいですか。どんな、これあれなんでしょうね、ハムナプトラってね、すごい怖そうな、4月28日土曜日から7月8日日曜日まで、はい、ハムナプトラの最強アトラクションが限定オープンですって、はい、怖いこれ、なんとユニバーサル映画100周年特別企画の期間限定アトラクション独自メイクをはじめ、最高の SFX 技術とサウンドシステムなどが整っている、味わったことない恐怖を体験しよう。よっ、よっ、めっちゃ怖い恐怖ね。え、これ皆さんはこういう怖いのとかはどうなんですか。大好きです。え、大好きなんですか。はい、私、シドシのトークライブって言って、都市伝説を話させていただくトークライブに毎月出させてもらってるんですけど、なので怖い話とか、はい、ホラー映画とかも大好きなんですけど、そうなんですね、はい、でこういうのもすごいやっぱ行きたくなる。絶対行きたいですね。あ、これね、ゴールデンウィークからもうスタートしますからね、うん、そうですね、これもぜひ行っていただいて。絶対本格的ですね。本格的ですよ、これ期間限定なんでね、ちょっとこの時を逃してしまうと、そうなんですよ、ちょっとわからないの で、ね、ぜひこの期間ね、夏までやってるんで、ね、ぜひ行っていただきたいですね。ですね、はい、ヒカルンさんはやっぱりちょっと苦手ですか、こういうの。苦手です。私、USJ、そのテーマパークが大好きで、うん、はい、USJ も、まあ、その毎シーズン行かせてもらってるんですけど、あのハロウィンのね、はい、あの一昨年ぐらいから企画があった、うんうん、ハロウィンはね、あの USJ のUSJ 中にゾンビがうろうろしてるんですよ。あるんですよ。そうなんです、もうあれも怖すぎて、うんうん、なんていうんですか、でもう結局ね、こうゾンビが来ないゾーンにしか行けなかったんです。あ、ありますね、セーフティーゾーンってのは子供が泣かないようにね、あるんですよ。ゾンビが出されるよ。そうなんです、そこしか行けなくて結局ね、入場料ちょっともったいなかったんです。もったいない。ミラットさん、だからその時期に行ったらめっちゃもう天国ですよ。そうですね、 USJ 中がもうだからお化け屋敷みたいになりますから。そうですね、はい、私もその時期はディズニーランドも行くし、はいはい、USJ も絶対行きます。あ、なるほど、はい、お化け屋敷自体をもうめっちゃ行くようにしてますね。じゃあ、渦巻映画村とかも行かれる。行きます、行きます。あれが一番怖い。大好きです。そう、渦巻映画村は人間がだからね、お化けっていうか怨霊になって襲いかかってくるんですよね、追いかけられたりとか。そうそうそう、めちゃめちゃ怖い。怖いんですよね。大好き。それが好きと意外だ。いや、もう鳥肌だ。鳥肌が。確かに怖い、怖いけど、でもそれをまた楽しめるっていうことないですよね。なるほど、なるほど。怖いのは普段ね、なかなか怖いだけできないですからね。そう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 、なんかキャーキャー言えないじゃないですか。言えないですよ、普段は。そのキャーキャーがもうストレス発散。ストレス発散になるという。USJ で怖いだけじゃないですもんね、この新しいアトラクション。それが行きたい。そう、スヌーピー。次のページの。これ26ページ。そう。これね、最高。いいですね、USJ。やっぱ大阪ですもんね。ね、やっぱ歩く USJ、さすが。なんか狙ってますね、これ USJ のタイアップ的なもの。どうですか、USJ さん。見てますからね、お願いします。見てますからね。はい。じゃあ、さすがですよ。はい。ね、じゃあ、そうですね。次々に行きましょう。一回皆さん、閉じた方がいいですかね。一回閉じておいて。質問を言ってから、バッて行きましょうか。バッと取るっていうのはいいですね。そういうルールがだんだん生まれていきますね、これね。今日初めてですからね。
ちょっと待って、質問を言い切ってからですか。言い切ってから、わかりました。バッと、開いてください。はい、そうですね。一回一回ちょっと閉じましょうか。ね、ガメラさん、ガメラさん、俺もお化け屋敷好きっていう人がいましたよ、これね。ジャイアンさんもハム乗ったら生きてみたいなね、来ましたね。これなんか恐怖ユーストみたいなしたいですけどね。恐怖ユーストしたいですね。いいですね。いいですね。夏に。とことん、ロサイコとやり続けるっていう。そうそうそう。その回お休みさせていただきます。いや、だビビる役やっぱいりますからね。ミラさんがガンガン喋ってビビるみたいな。そうそう、それはいりますよ。ゲストの時お呼びするので、皆さん、はい、お願いします。お願いしますね。はい。じゃあ、続きまして第3問。はい、第3問。はい。4月6日に、もうリニューアルオープンをしたヨドバシ梅田、はい、今回で、ね、第3弾のリニューアルオープンになるんですけども、今回のリニューアルで何店舗オープンしたでしょうか。用意スタート。はい、店舗数ですよ。店舗の数ですからね。何ページに載ってますか。そして、はい、店舗数を当ててください。ヨドバシ梅田どこだ。いやでも確かに私この間行った時に、はい、お店めっちゃ閉まってて、ちょっと残念なんですけど、あそこが全部開いちゃってくれる。リニューアルするんですよ。大学ゾーンがね、ずっと閉まってたんですけど、どこやろ、全然見つかれへん。はいはいはい、閉まっちゃった。よかった、よかった。どうぞどうぞ、しばっちゃん当ててください。はい、ページ数と答えお願いします。28ページ、29ページ、28、29。4月6日に25点がオープン。よし、正解。よ、素晴らしい。すごい。なかなか見つかなかった。なかなか見つかなかったですね。ヨドバシ大好き。電化製品とかも、まあ、買う、もちろん買うんですけど、でも上のこの階ですよね、はい、ショッピングができる。そうそうそう、グルメがね、食べれたりとか。っていうのはいいですよ。その中だけで全部済ませちゃうんで。そうですよ。これね、しばっちゃん、今その見ていただいてるページにね、はい、25店舗オープンということで、はい、なんか代表的なお料理の写真がいくつかバンバン載ってるんですけど、はいはい、載ってますね。どんなお店がオープンしたんですかね。ここにまず一つ目、はい、あ、これめっちゃ美味しいですよね。嬉しい。それスタ丼屋。そうなんですよ、スタ丼屋。これめっちゃ美味しいですよね。めっちゃ美味しいですよ。できたんですね。できたんです。ついに梅田にもできた。何番にありますよね。何番にあります。はい、でしょ、はい、梅田初。梅田初ですね。で、初出店かまたけ、はい、竜丼、かまたけ竜丼、駅前食堂、はい、あ、難波千日前の名店かまたけ丼がヨドバシに初出店、うん、はい、そうなんですよ。めっちゃ美味しそう、この写真も。他にも関西初カシュンアンとか、うん、あ、いいですね。韓流流行ってるし、韓国料理、純韓国料理、チャーチとかもね、オープンするということで ね。その他にもいっぱいありますよ。注目のグルメがオープンしてるので、もう今ね、オープンしてるんでね、していきますからね。僕もなんか同じく、そのスタ丼がね、はい、スタ丼食べたことないですか。今年初めて聞きました。あ、まあ、ですか。あ、スタンドのスタミナ丼ぶりです。スタじゃなくて、スタミナ丼ぶりですか。スタミナ丼ぶりなんですよ。すごい、本当にもうね、こってり味でね、おい、ね、しそうですね。こ、この写真、これですよ。ね、9時に終了するの。皆さん結構そうなんですか、牛丼とかで食べたりとかするんですか。牛丼は食べます。食べます、はい、女性が入りにくいとかそういうのはないんですか。なんか最近は全然私、行けますね。一人でもガンガン行っちゃうみたいな感じですか。行けます、行けます。一人暮らし始めてから、全然一人で行けるようになりました。もう店員さんびっくりするんじゃないですか。なんでこんな可愛い子牛丼とかないんですか。そんなことないです。気にしないです。気にしないですか、店員さん。それよりも安くて美味しい牛丼を食べたい。食べたいという。なんか OL さん一人で、なんかここにカフェタイムみたいな感じで来てる方も多いなって。いらっしゃいますか。え、1個食べきれます、そんなん言うても。結構ボリュームあるじゃないですか。それだけお店によっては、なんかそのヘルシーにするためにご飯じゃなくて、お豆腐の上にお肉を乗せてたり、それでハーフっていう大きさがあったり、本当に女性にも嬉しい。ちっちゃいのヘルシーメニューもあるんで。豆腐の上で牛ね、肉ってめっちゃうまそうですよね。めっちゃ美味しいです。全く違う料理になりますよね、それね。ヘルシーなんで。ヘルシーで。カロリー確か300カロリーないぐらいなんですよ。あ、それはすごい。お酒のね、当てとかでもいいですよ。あ、お酒のやっぱりお酒に。お酒好きだね、朝さんね。だって牛丼屋でビール頼めるから、実際牛皿とビールみたいなのでね、飲んでもいますからね。そう、やありですよ、それ。めっちゃ美味しい。ねえ、そうですよ。ということでね、はい、今までじゃあ第3問まで終わりました。終わりましたね。はい、続きまして、一回皆さんじゃあ、はい、置いていただいて、はい、置いていただいて、はい、第4問です。4問、はい、今回のゴールデンウィーク特集号には別冊付録関西道の駅名物グルメブックというのがついてきています。しばちゃん、ありがとうございます。はい、はい、ありますね、これね。ちょっと結構簡単なクイズです。お、はい、はい、では、はい、この付録の中では、うん、何スポット紹介されてるでしょう。早かった、早かった。光る早かった。光る早かったですね。光る早かった
です。表紙にドーンとなっております、はい、今回はご当地グルメのオンパレード、はい、全119スポット紹介しております。いやー、おめでとう。別冊付録、どんなエリアが載ってるかとか教えてもらっていいですか？大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良、滋賀、全部解説お願いするすごい、まあ、私らが説明するよ、絶対ね。いや、そのほうがいいですよ。鳥取、鳥取、うん、あ、もう鳥取とか、ね、あっちの大きい駅飛び出すのね。そうなんですよ、もう関西飛び出して、ね、はい、これ、そもそも道の駅っていうのはどういうことなんですか、うん、ちょっとローカル線みたいなのってことなんですか？道の駅っていうのは、うん、高速道路ではなくて、うん、一般道にあるドライブの休憩所みたいなところです、うん、あ、そういう意味なんですか？そうなんです、うん、そこに、あの、一緒にお店とかもオープンしていて、うん、そこでしか食べられない食べ物があったりとかもするという、うん、いいな。いや、私ね、その旅行するときに、はい、高速道路は使うんですけど、はい、それよりもこう下道で行って、はい、こういろんなこ次あ違う街に移りました、うん、はい、まあ、隣の街に移りましたってああいう景色を見るのも結構好きなんですよ、その 旅の楽しみというか、うん、ありますね。だからこれちょっとゴールデンウィークに参考にさせてもらいたいと思います、ね、なんかサイズもちょっとちっちゃくていいですね。そうなんですよ、うん、持ち歩きやすいでしょ、ね、そう持ち歩きやすい。ダッシュボードにもピャッとねピャッとね入れといて、ね、そうなんですよ、ね、まあ、びっくりすべきはだから関西ウォーカーがねすでにこう一冊こう本あるんですけども、うん、はい、この道の駅の本がもうすでに100ページあるというですね、はい、すごい、ね、これだけで売ったらええやんっていうね、うん、そうそうそう、ほんまに、ね、なのに付いてくるんですよ。付いてくるんです。超解読ですよ、超解読ですよ。さすがミラッツォ、ウォーカーフェア、さすがちょいちょい挟むね、ちょいちょい CM を挟みながらやりますよ、今日は1時間も開き直ってやりますよ、これね、買ってください、買ってください、お願いします。でも私ね、今回ね、はい、この来るここのスタジオに来るまでに、はい、コンビニに寄ったんですけど、ね、結構ね、うん、そうなんですよ、あのこれやって手に取ってる方多かったですよ。あら、ほんまですか、ありがとうございます。たまにね、そのコンビニ屋さんとかでこう分かれて置いてある場合があるので、うん、ね、一緒にこれレジに持ってくださいね、これね、忘れちゃったらこれね、もったいないですからね。そうですね、なんかこう紐ジェットなんで、そうそう、紐でくったらいいんですけどね、たまに立ち読みできるとこがね、こうバラバラになっちゃうとこだよね。確かに確かに、こんなすごいボリュームなんで、これ一冊なんかなってちょっとね、思ってしまうかもしれないですね。しかもこれ値段書いてないから、ただに見えるっていうね、フリーペーパーで貼れちゃう、フリーペーパーみたいな持ってかれちゃうっていうですね。いやいや、なるほど。で、セットですからね、はい、ぜひお願いしますね、はい、皆さんお願いしますよ、お願いします。あとで、このクイズの後にね、この道の駅にまつわるコーナーも、はい、ありますね、ありますからね、はい、また頑張ってください。あ、最近道の、はい、道の駅グルメは来てるでとかね、来ましたね。本当ですね。そうなんや。そうですね、あとね、カータングルさんもね、しばっちゃん連れてってとか来ましたよ。逆に連れてってしばっちゃんに連れてってなんで、私ペーパードライバーやから。あ、運転はできるんですね。運転できるんですけど、あ、でもこういうあのちょっと道が広ければいけるかもしれない。いけるかもしれない。そう、頑張ろうかな。高速とかね、全然広いですからね。そうね。ミノさんも運転は？うちも運転しました。しました、しました、あれ取れました、13回、おめでとうございます。13回、13回チャレンジ、13回チャレンジして、それもヤフーニュースに乗りました。樋口みたいな、13回落ちるみたいな。いや、それでも逆に行動走ってほしくないっすね。めっちゃ怖いじゃないですか。いや、でもちゃんと運転の技術はそうやってしっかり練習して学べたんで、多分大丈夫だと思います。多分大丈夫、はい、ペーパードライバーです。いや、普段は運転しない生活ですよね。運転しない生活ですね。ちょっとね、なかなかしないですね。ちょっと力を発揮してほしいですけどね。はい、うん、しないと東京やったらやっぱりちょっと運転のなんかやり方が違うみたいですね、うん、いや、全然違ってきますよね、うん、どっちで撮ったんですか？私は東京の方で撮ったので、東京で撮り合ったんですね。はい、なのでちょっと若干怖いなと思って。でもね、東京の方がなんとなく道がすごい怖い感じが、まあ、なんか車多いし、そう、多いね、イメージがあるから。なんか大阪は頭突っ込んだもん勝ちってめっちゃ確かに。でもクラクション鳴らすのは大阪が多くないですか？そうですね、大阪ちょっと隅が空いてるだけで割り込んできますからね。割り込んでも苦しい、あんまり鳴らされるし。そうですよ。なのでなので、そこ行きなさいみたいな、ね、大阪の教師一回行ったかもね、いいかもしれないですね。そうですね、そういうマナー戦うためにね。なるほどね、じゃあぜひ活用してください、はい、これね、はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、そして、はい、次の問題、次第5問になります。はい、はい、一回皆さんじゃ閉じておいてください。ミラちゃん、オートマ限定なんですか？はい、そうです、オートマ限定、 MT も取りたい。ニュースになる女ミラってきました。そう、キャッチコピーニュースに、まあ、一人じっくり勉強してるということね。はい、はい、ということで、さあ、はい、次の問題を、第5問です。はい、4月19日に154店が集結する新名所、うん、ダイバーシティ東京プラザというのが東京にオープンしました。あ、東京の問題だ。はい、で、その東京のダイバーシティ東京プラザの新名所の中にですね、はい、あの超人気キャラの世界に思う存分浸れるぞという施設がオープンしたんですよ。お、
さて、その施設の名前とは何でしょう。施設の名前、はい、スタート。東京の情報が載ってるページ、どこでしょうね。待って、分かった、分かった、情報が、はい、載ってます、はい。やっぱりゴールデンウィークのお出かけですからね。そうですね。あの辺ちゃいますかね。ゴールデンウィークのお出かけの辺じゃないですかね。はい、大阪だけじゃない。多分分かるね。関西のな、ね、情報がたくさんですけど、ね、東京の情報が、ジャイアンさん、この放送があるから超絶久しぶりに関西ウォーカー買ったって言われました。ありがとうございます。ジャイアンさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。え、私、いいとこ見て、はい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 、早い、はい、どうぞどうぞ。何ページですか。こちらは、はい、32ページ、33ページ、はい、関西ウォーカー32、33ページ、はい、はい、イベント名、施設名は、はい、ガンダムフロント東京。イエーイ、正解。いや、これすごいじゃないですか。いや、これそう、はい、154店舗が集結のダイバーシティ東京プラザに、はい、ガンダムがドドーンと実在、実物大なガンダムが立っているということで、立っている。うわ、これすごいな。ガンダムめっちゃ好きなんですよ、私。あ、マジですか。そうです。あら、ハロが一番好きなんですけど。マスコットキャラの方じゃないですか。もっとなんかキャラクターとかシャアが好きとかあるでしょ。ハロが一番好き。ハロが好きで、はい、いや、いいな、これ行きたい。これめっちゃ行きたいですよね。そうなんですよ。東京のどこに、お台場に、お台場にできたという、はい、これ大好きな人にはね、たまらないスポットがたくさん中にあるんですけど、皆さんガンダムは、ガンダムあんまり知らない。ガンダムはでも私も好きで、はい、あの最初全然知らなかったんですけど、勉強しました。勉強しましたか、はい。初代ガンダムをじゃあ勉強されたんですか。そうですね、初代のやつを、はい、アイドリングでガンダムの企画をやってて、あ、アイドリングメンバーが、シャアの役をしながらなんか勉強みたいな、いろいろやったんですね。そのシュートな企画をやってたんで、そこからちょっとガンダムに興味持ちました。では好きなキャラクターは誰ですか。え、シャアがやっぱ好きですね。やっぱシャアが好きなんですか。マスク取ったらやっぱイケメンですからね。そうですね、はい、もうあれが大好きです。あれが大好きで、僕あのシャアと一緒に写真撮れる、シャアと一緒にこれね、写真が撮れるこれですね。おー、ほんまや、かっこいい、かっこいい。でね、今回あのアムロのモノマネ芸人の若井おさむさんがナビゲートしてますね。ますね、コメントいろいろ寄せていただいてまして、アムロとシャアやったらやっぱりシャアなんですか。そう、女性でもシャア多くないですか。なんかやっぱりアムロって悪口じゃないんですけど、途中でなんかもう何やってんの、いけよみたいな、もう助かってくるんです。あー、うじうじしてるからちょっとブライトさんじゃないですけど、ちょっと殴りたくなる、早く出撃しなさいというの。私実は、はい、あのちょっとまだ言えないんですけど、秋に公開のある映画にちょっと出演させていただくことになりまして、秋野さんが、そうなんですよ、それのね、収録がこの撮影が、はい、この間お台場であって、これね、作ってる途中見ました。めっちゃかっこいいじゃないですか。すごかった、4月すごかったです。でっかくて、でも何してる、何作ってるんやろうと思ってたら、そうか、4月19日オープンなんですね。そうなんです。いや、もう本当に間もなく明後日ですよね。すごい、そう、明後日か、明後日オープンですかね。あら、すごい、ニューストリームこれ世界中に配信されてて、そうですね、だから東京とかの方もぜひ、はい、東京の方もきっとね、見ていらっしゃってるんじゃないですかね、うん、はい、いや、いいなー。あ、ガンダムは初代じゃなくてファーストって言うんですって今ツッコミがすいません、ファーストです、ファーストです、ファーストが好きです、我々はファーストが好きです、はい、ですね、はい、そう、勉強になりました。勉強になりますね、これね、ね、いろいろこう聞いてくれるから、そう、すごい嬉しいですね。ね、未来デンジェルさん、谷沢少佐が懐かしいって来ましたけど、わかります？谷沢少佐じゃないんですよ、矢沢少佐って言うんですけど、矢沢少佐、そう、はい、矢沢少佐っていう企画でやってたんですけど、はい、矢沢少佐っていう企画なんですか。はい、人の名前じゃないんですか。そうです、矢沢少佐って、矢沢さんっていう方がいらっしゃったんですね。矢沢さんっていうメンバーがいて、メンバーがいて、はい、その子がガンダム好き。そうですね、ガンダム好きではなかったんですよ、完全にやらされてて、やらされてて、全然知らなかったんですけど、それを見て私たちも勉強するようになりました。なったんですか。ガンダムをちょっと分かるように。すごいな。え、しばちゃん、ガンダムとかどうなんですか。ガンダムあんまり分からない。分からない、世代的にはね、そうですよね。ガンダム、でもガンダムっていろんな世代でやってるじゃないですか。ダブルゼータガンダムとかやってるじゃないですか。もうやっぱり女性だからあんまりロボットはみたいな感じですか。そうですね、弟とか友達とかはすごい言ってましたけどね、全然その中で分からない、分からないのに、うんうんうん、そうやな、うなずいてたみたいな。でもなんか私、ガンダムの魅力って、なんかこう宇宙のね話ではあるんですけど、なんかこうほんまの今の私たちが生きてる世界に通じる、なんかそのこうなんて言うでしょう、気持ちというか、そう、戦争に対する、その若い世代の複雑な思いとかがすごいなんか上手に描かれてて、あれはなんか今私も割と最近見たんですけど、今見ても新しいというか、あ、割と最近ファーストを見たんですか。割と最近というか、まあ3年前ぐらいに、3年前ぐらいに見られて、初めて見て、でもそれでもすごい感動しました。アムロとシャアとララーのね、三角関係とか泣きますよね。なるね、思い出
でもやっぱりハローが一番いいですね。可愛い。これをきっかけに見てください。いや、そうですよ。ね、ミラさんがなぜシャアが好きかが分かる。はい、ぜひ見てください。そうそう。3倍のスピードで動くんですよ。シャアのザコは。いいですね。じゃあもうこれも言っていただいて。そう、これも言っていただいて。ぜひお願いしますね。お願いします。はい。はいはい、まだね、1コーナーの途中なのにもう40分っていう。嘘、やばい。嘘、早い。シャアのコスプレして電車に乗ったりしてたんですか。おー、シャアのコスプレですよ、その企画の中では。罰ゲームみたいですね。でもそのシャアのコスプレもすっごいね、こだわってて、はい、細部まで細部まで、はい、うわー、すごいお金かかってる。見てみたかったな。はい、どんどん問題言ってください。すみません、出せばかしました。すみません、はい、止まらないですね。止まらなかったですね、はい。じゃあ皆さん置いていただいて、はい、本来ましたよ。はい、はい、6問です。6問、はい、3月14日にオープンしました、うん、先月ですね、はい、京都水族館、皆さんご存知ですか。あ、水族館ね、はい、OK できたんですよ。今もね、そのゴールデンウィークも多分人気になると思うんですけど、はい、この京都水族館の施設の中でオープンしてからですね、うん、一番人気ナンバーワンなのは何ゾーンですかね。それが出てます、はい、水族館のページを開いてください。水族館はどこだ。まあ、これもゴールデン、はいはいはい、早っ、早くなるん、どうぞ。よし、これは34ページ、35ページにあります。はい、34、35。京都水族館、はい、人気ナンバーワンは、はい、イルカスタジアム。正解。そうですよ、これね、オープンしたんですよ。ちょっと気になってて。また行ってはないですか。行ってないですもの。行かれましたか。僕はレセプションで行かせていただいて、並ばずに見せていただいて。イルカスタジアム見られました。イルカスタジアムすごいですよ。イルカスタジアムが、うん、梅小路公園っていうすっごい広い公園側にできてるんですよ。だからすごいだだっ広いところにあるんで、遠くにね、東寺っていうお寺のね、頭とかがちょこんと見えたりとかして、すごい京都らしいバックでもイルカがジャンプするっていう。京都らしいバックいいですね。いいでしょ。そう。こういう体の水族館ってどこにでもあるけど、そうそう、京都だけっていうのがいいですよね。そう、皆さんいいこと言いました。これね、京都だから京都の川ゾーンですとか、はい、要は京都の川を再現してたりとか、京都の里山ゾーンみたいなね。うん、そのがいっぱいある水族館。いいですね、やっぱり。京都あるし、ね、京都の方も嬉しいし、はい、でこう外から来られた方も、うん、なんか京都を、ね、一緒に味わえるっていうのがすごいです、うん、いいですよね。ぜひ行きたいな。ぜひ行きたいところです、ね、ぜひお願いします。ぜひ関西ウォーカーを買って京都水族館に行ってください、はい、そうです。ちなみに人気ナンバー2は大水槽で、人気ナンバー3がペンギンゾーンということで、ね、はい、いいですね。これもありがとうございます。解説してもらって、今日は ねいいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんどん行きましょう、はい、じゃあ第7問です。第7問、はい、皆さん置いていただいて、はい、地下鉄東西線蹴上駅に、はい、この度ですね、京都市動物園の動物によって行われたアニマル駅長選挙というのがありまして、うん、そんな動物園だ。そうなんです。その駅長選挙で見事圧勝して駅長の座を勝ち取った動物は何の動物の何くんでしょう。何の動物なんか、ややこしいな、はい、京都市動物園ですね。京都市動物園の動物たちによって行われたアニマル駅長選挙があったんですよ、うん、蹴上駅の駅長になるためのがありまして、そこで勝った動物。今日はミラ町いいコメントを挟めているなってきましたよ。ありがとうございます。動物の名前とその動物の名前をお願いします。シャアのコスプレは買い取ったみたいですね。セクシー像買い取ったの。買い取ったって書いてますよ。うん、来てますね。高いんじゃないの。高そうですね。すっごい高いですよ、あれ。でもさ、ミラクルさんから今日は2時間かなって言ってますね。はい、どうでしょうか。どうでしょうか。はい、皆さんがもう早く答えたらすぐ終わりますよ。さっきの多分水族館の近いページですよ。はい、はい、ああ、はいはい、え、これ、あ、しばちゃん、しばちゃん、しばちゃんどうぞ。見つけたんですけど、はい、京都市動物園、京都市動物園の最寄り駅、な、何駅、ページ数から蹴上駅、37ページ、はい、合ってますか。はい、37ページに蹴上駅の駅長を決めるアニマル駅長選挙、はい、ありました。動物は何でしょう。西ゴリラ、はい、の桃太郎。正解です。正解。ここにめちゃくちゃ小さめなんですよ。めちゃめちゃちっちゃい。問題難しい。私京都市動物園めっちゃ好きなんですよ。あら、あのハート柄の君がいたところですよね。そうですそうですそうです、うん、めっちゃ安くてね、500円ですよね。そうそう、安いんですよ。めっちゃ広いし、そう、うん、めっちゃ遊べます。で今回4月、うん、今月の末に新しいゾーンもできる、はい、おー、そうなんですよ。すごい。で、駅長がお出迎え、桃太郎くん、桃太郎くんが見事アニマル選挙、体重約80キロ、はい、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。めちゃめちゃ可愛いでしょ、ね、そうなんですよ、ゴリラ駅長、はい、いいですね、ゴリラ駅長ね。なんかどこか
で猫ちゃんのね、駅長、うん、そうそうそう、あの和歌山の方でいますけど、これゴリラですからね、ゴリラですよ、いやいいな、会いに行かないと、そう、ぜひ皆さん会いに行ってくださいね、京都いっぱいありますね、行きたい、今回ね、京都中国ですよね、こんなの初めて知りました、やっぱり、あ、関西ウォーカー呼んで、関西ウォーカー呼ばないと、呼ばないと、そう、たくさんですよ、ウォーカー姫、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんじゃあ関西ウォーカー最新号を買ってください、満喫してください、ね、はい、はい、次の問題、次の問題がですね、ちょっと私あの、ノンブル、あのページ数が書いてないページから取っちゃいまして、あ、うん、じゃあそれは飛ばしますか、飛ばしま、むっちゃ難しいので、じゃあ1個飛ばしましょう、ちょっと1個飛ばしましょう、はい、すいません、はい、はい、じゃあちょっと第8問です、8問行きましょう、はい、はい、4月18日にアルバムをリリースする、うん、はい、マスコ・ナオズミがボーカルの北海道出身のロックバンドグループの名前は、うん、はい、音楽ページ、音楽のページ、音楽ページを、ページ数とそのグループ名をお願いします、音楽ページどこだろう、はい、音楽ページね、連載ですごい人気のあるページですね、ロックバンド、さあどこでしょうかな、マスコ・ナオズミさんです、ねえ、4月18日にアルバムをリリースする、しばっちゃんは、はい、はいはいはい、よっしゃー、あ、どうぞ、カロン、どうぞ、やったー、88ページです、88ページ、はい、はい、答えをお願いします、グループ名ですよね、はい、ドハツテン、正解、強いですね、いや、ドハツテンさんね、実は私、はい、ライブも行かせてもらったことがあって、あら、そうなんですね、楽しいですよね、ロックすごい好きで、うん、はい、めっちゃ面白い、もう本当に男女問わず楽しめるっていう感じの、うん、あら、そうそう、ドハツテンさんライブすごい面白いですよね、もう会場一体になってね、盛り上がる、そうなんですよ、はい、この方は食べるライオンの人ですよね、そうです、食べるライオンの CM に出てあって話題にもなったから、そうそうそう、そうなんですよ、ちょっと前ですけどね、2年、いいですしね、ロックって元気出ますしね、元気出ますからね、そうですよ、そうですよ、あの、私よくね、あのフェスが好きで、はい、音楽の、うん、で、そのフェスで始めたのがきっかけでファンになったんです、ほら、いいですよ、ね、じゃあ、夏もでもフェスの話題とかもこれの、ね、これにもめっちゃありますからね、はい、そう、ぜひ、はい、これからの時期ですね、これからの時期ね、ちょっとなんかまだまだ期待です、期待です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、はい、はい、じゃあ、ラストの問題いきます、ラスト問題、はい、一旦置いてください、閉じてください、はい、はい、では3月17日にリニューアルオープンした、うん、さっきちょっとね出ました東映うずまさ映画村のお化け屋敷、はい、ここではですね、うん、ライフマスクから型取りした死体人形っていうのを作るんですね、はい、すごい、でその死体人形が丸々体増えました、はい、さてこの死体人形何体増えたでしょう、うずまさ映画村、うずまさ映画村のページを探してください、今回京都に注目なんですね、やっぱりそうですね、いろいろありますね、京都に注目ネタが今回多かったですね、多い、しばっちゃん、京都市動物園で渦巻きは見つかりましたかって来ましたよ、動物園ですか、あ、ヘビ、ヘビ、ヘビの渦巻きが来ましたよそんなんとかも全部そうやって見ちゃうんですよ ね、 ね、そう、あ、ミラッチョさん、一問正解して以来あの、おとなしだよっていう、そうです、え、ちょっと待って、ミラッチョ大反撃を、ミラッチョさん、こういうのね、すごいね、苦手なんですよ、はい、ものすごい、なんか焦ったらすごい雑に焦ったらもう全然、まあ、でまだね、コーナー一つ目ですから全然バンバンできますから、そうです、そうそう、この後まだまだありますからね、はい、はい、早い、どうぞ、早い、うん、がしかし、あ、はい、ごめんなさい、何ページですか、何ページ48ページです、48ページ、はい、はい、このちっちゃくね、右下に載ってるコーナーなんですけれども今回、増えたのは、はい、28体、うん、正解、正解、ミラスさん、あのページ開けてたのに、本当に開けてましたよ、開けてたのに、なんか横のアッキーナの方を多分見てましたお前や、欲しい、欲しい、ただ下もね、開いたりとかしてるんですけどね、横で見て、そう、気づかなかった、気づかなかった、ただめっちゃ怖いです、この写真、これはちょっとあんま見ると夢に見ちゃうかもしれない、そうですね、でもこれ本格的ですね、本格的ですよ、すごいリアルですね、ミラさん、いいとことあるんですよね、このはい、あります、あります、どうです、この死体、いや、もうこの死体、この死体はちょっとあれですけど、はい、すっごい迫力あるし、迫力が、うん、もうどのお化け屋敷よりも怖いですね、そう、関西ナンバーワンですよ、これは本当にね、もうその呼び名がぴったりです、ぴったりのね、そう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 、素晴らしいと思います、ぜひ行ってください、お化け屋敷、お化け屋敷ぜひね、はい、そう、多分そんなに行ってる人少ないと思うので、まだまだ、うん、まだまだお化け屋敷ぜひ行っていただけたらなと思います ね、 ね、ありがとうございます、はい、史上最強ですから、史上最強ですからね、これね、
さあ、これでクイズ終わりましたね。クイズは以上になります。はい、はい、じゃあ私ちょっとセッティングしますから、その間に、はい、あれを、今の結果 何点ぐらいですか。そうですね、ちょっとね、一回確認しましょう。はい、じゃあ一旦すみません、これ引いていただいて、今光るのがですね、はい、もうちょっと圧勝中なんですけども、圧勝中、はい、光るのが今のところ1位で30ポイント取ってます。30ポイント、はい、これ1個、1個、1回正解につき5ポイントなんですね。はい、で、しばちゃんが10ポイント、10ポイント、みなっちょが5ポイントという形になってます。でもまた2コーナーありますので、でね、次がカルタのコーナーがありまして、まだまだわかんないですからね。しかも最後のコーナーは、はい、もう私とヤバさんの独断と偏見によってポイント勝手につけますので。そうですね、おカルタが、カルタが、カルタが、あれこれだけ、あれカルタが、カルタ半分ぐらいどっか行きました。いいじゃないですか、これで異常事態、うん、でも言ったものの何位みたいな。そうなんですよ。 あれカルタどこ行ったの。カルタさん落としてきたんですかね。カルタらしいです。カルタです。カルタ、カルタ、カルタ、ちょっと繋いでてください。はい、やった、はい、なんかあった、他に気になってるとか。なんか私ね、その歩くテーマパークということで、うん、やっぱり東京ディズニーランドも大好きでですね、うん、あ、そうですね。そうなんですよ、今回52ページからねディズニーリゾートの、ね、そうなんです、特集もやっております。だってね、なそうディズニーランド大好きで、それ、はい、ディズニーランドもシーズンごとに行くんですけど、実はね、そうなんです、スプリングがね、はい、春が一番好きなんですよ、あのディズニーランドが。あ、ディズニーランドの春だったら何か春にしか見えない。3年前から2010年からイースターワンダーランドというね、あ、はいはい、あの卵の外国ヨーロッパなんですかね、うん、はいはいはい、そのお祭りを元にしたイベントが開催されておりまして、そのキャラクターがこう卵をね渡してくれたり、うんうん、なんか至る所に可愛いですよね、あの時期のね、キャラクターのこうした卵が置いてて、それをこう見つけていくみたいなのを試すないで、そういう感じで、あ、もうできましたよ、できましたよ、イエーイ、イエーイ、できました。ヤブさん、早速次のコーナーを参りましょうかね。はい、はい、次のコーナーはですね、はい、目指せちはやふるということで、今日は道の駅別冊、こちら道の駅別冊を使ったカルタ大会です。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今から私がですね、はい、この道の駅 SAPA のこの別冊についておりますですね、はい、このスポット、このスポットのこの写真についているこの見出しをどんどん読み上げていきます。わかりました。はい、カルタバトル、今文字も出てきましたね。はい、はい、で、皆さんのこちら足元にはですね、カルタ、こちら用意しておりますので、はい、そこの見出しとこう照らし合わせてパーンとこう取っちゃってくださいということでございますね。はい、わかりました、はい、頑張ります。頑張りましょう。よし、はい、いきますよ。これは1個、あの最後にトータルの枚数によってかける5ポイント、かける5ポイント差し上げますからね。はい、はい、わかりました、はい、ちょっとまあ時間の都合でちょっと今日はもうこれでこのカルタバトルで終わるという形になりますけども、はい、はい、ですね、はい、じゃあまず参りますよ。はい、噛むほどにふわりと香り立つ蕎麦の芳醇な風味を堪能噛むほどにふわりと香り立つ。あ、わかった。はいよ、皆さん当たりました。皆さん、それどこの道の駅ですか。はい、道の駅、農商の里役の。はい、農商の里役のさん。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい美味しそうですね、ね、いい感じ。そう、京都の福知山市にあるね、農商の里役のさんでございました。はい、ね。はい、どんどん参りますよ。はい。鮮度抜群の魚介類を使った海鮮メニュー。お、早い。いや、すげー、はい、皆さん、それどこですか。はい、こちらはですね、舞鶴港トレトレセンターです。そうです、おめでとうございます。おめでとうございます。美味しそう。いや、すごい、皆さんめっちゃ早いですね。カルタ得意なんですか。カルタ得意です。あ、得意。さあ、さあ次参りますよ。はい、地元米、干し青葉の米粉衣でサクサク食感のエビフライ。はい、やばい、目の前だったのに。はい、皆さん、それどこですか。こちらはですね、二神パーク、はい、タイマという駅です。そうです、美味しそう。そう、これ奈良県葛城市にありまして、これね、ハスの花定食ですかね、はい、そうそうそう、こういうのがあります。これ何ページなんですか。これね、46ページ皆さん、道の駅別冊の46ページに掲載してますんでね、はい、ぜひ見てください。ぜひ見てください。見てくださいね。お願いします。さあ、行きますよ、参りますよ。はい、はい、香ばしい風味がたまらない地鶏の魅力を生かしたグリル。強い。皆さん、それどこですか。すみません、ハリテラスの駅です。ハリテラス、そう、奈良県奈良市ハリテラスでございます。はい、ありがとうございます。ちょっとそれじゃあちょっと画面に見せていただいて、これね、そう、ハリテラスってね、いちご狩りとかも有名だし、いいですよ。よう知ってますね。そうですよ、いちご狩りもありますしね、温泉もあってロールケーキもありますからね。私、このいちご狩り
はい、関西フォーカーさんの特集を見ていきました。あら、素晴らしい。さすが、えらい。やっぱお出かけに必須っていうことですよね。そうですね。そうですね。特にゴールデンウィークやすね。特にね。そう、ゴールデンウィークですからね。そうそうそう。あ、ミラッチョ息吹き返したツイートが来ましたよ。本当に早いとかみんな知ってますよ。すごい早い。はい、ね、お残り2人頑張ってくださいね、これね。はい、頑張ります。いきますよ。はい。和洋の極上メニューで味わう近江牛の上質な美味しさ。和洋の極上メニューで味わういいですよ、もうこれガチですからね。これ、皆さん遠慮しなくていいですからね。もうガンガン取ってくださいよ、これ。すいません。じゃあ、どこの道の駅ですか。はい、竜王鏡の里です。いや、おめでとうございます。そうです、滋賀県竜王町にあります。ね、竜王鏡の里。これ、近江牛のハンバーグ。ね、すごい美味しそう。すごい美味しそう。大きいです。いや、これアウトレットでお買い物した後に。よう知ってある。みんなちょっとね。最高。ヒカルさん、よう知ってますね。そうですよ。もう関西ボーカーバイブルですから。人生のバイブルですから。人生のバイブル。随分重いものやりましたね。人生のバイブルですよ、これね。割と早い期間もあるけど。そう、顔芸入れますから。関西ボーカー最新の顔芸入れます。そうか、お買い物行くときも関西ボーカーってね。ありがとうございます。さあ、次行きますよ。田島牛メニュー充実、お値打ち価格のバーガーをぜひ。さっきあった田島牛メニュー充実。ああヒカルめっちゃ見てたね。違う、ね、ここにも田島牛あった。そう、あ、そうか。はい、これどこですか。はい、フレッシュ朝子の駅です。そうです、正解です。これね、兵庫の朝子市にあります道の駅フレッシュ朝子さんでございました。これ大好きな、これハンバーガー。美味しそうですよ、これね。ちょっと待って、ミラッチョ途中経過の名前。途中経過も問題の数と同じだけだと思います。そうです、そうだよ。全部制覇しちゃった。全部制覇してますよ、これ。6問ぐらい行きましょうかね。まだまだあるから。まだまだありますから。そうですよ。頑張ります。じゃあ、行きますよ。はい。個性的な美味がずらり、はい、おめでとうございます。個性的な美味がずらり、ここにしかない名物グルメ。はい、これどこですか。キー長島。はい、長島です。長島マンボウさんです。はい、正解です。いや、美味しそう、これ。これ三重県のね、海鮮盛り。そう、海鮮盛りアイドンですね、880円。いや、美味しそう。すごい、マグロもたっぷり。いや、行きたい。行きたいですね、これね。これ道の駅ベストス64ページ載ってますからね、皆さんぜひ行ってくださいね。ありがとうございます。はい、どんどん行きますよ。はい、はい、こんにゃくを取り込んだ、はい、おこんにゃくで選んでた。すごい、すごい体勢で取ってますね。いや、これはもう視聴率上がりますよ、これも。ぜひぜひ。これはこれはどこですか。道の駅、宿場町。そうですね、宿場町です。平福。平福さん、そうです。ラーメン、ナルト、渦巻き、イエイ。はい、あれ、あ、渦巻き、あ、渦巻き。ナイス。すごい。ナイスですね、ナイスですね。こんにゃくラーメン、女性にいいんじゃないですか。ちょうど今、しばっちゃんしっかりせーってきたとこやったら、ちょうどよかったですね。よかった。渦巻きがちゃんと反応っていう。ありがとうございます。ミラッチョさん、いっぱい撮るから、お腹空いてるのってきますよ。これ、食べ物のね、これ写真ばっかりだから。これ、なんか、撮ったらなんかもらえるとかでテンション上がりますからね。ちょっと次回そういうのちょっとやりますよ、ね。はい、お願いします。お願いします。やりますこれね。はい、いきますよ。はい。羽引きの川発祥のカス。はい。はよ。目の前ありましたね。ちょっとね、手元のところに。そうでした。これどこでしょうか。道の駅白鳥の。はい、白鳥合ってますよ。白鳥の里ですね。里、羽引きの。そうです。おめでとうございます。おめでとうございます。大阪羽引き都市にありますね。カス、カスたまたまっていう名前ね。なんかいい名前ですね。いい名前ですね。カスたまたま。すみません。なんか嫌だな。何もないです。ホルモンを素揚げしていることをカスっていうらしいんですよね。はい。それは実は羽引きの伝統的な郷土料理なんですって。なるほど。羽引きでしか食べられない。そうですよ、これ。ね。コラーゲンたっぷりで女性に大人気だそうですよ。あ、いいかな、これ。ね。さあ、次いきますよ。はい。地元産の山菜や温泉水。お、取りましたね、皆さん。復活しましたよ。これどこですか。龍神という駅です。はい、そうです、龍神。和歌山です。和歌山の龍神、田辺市にありますね。はい、茶がゆセット500円ですね、これね。安いですね。安い、安い、安いですね、しかも。そう、ほうじ茶で炊いたね、茶がゆというね。美味しそう。これ来ましたよ、これ。いいですね。はい。あ、これこのパターンは最後はミラッチョビリになりそうで来てますよ、これ。ちょっとガンガン取っとかないと。だってさっきあのウォーカークイズでだいぶ外れてますから、ここで稼がないとまずいですよ。はい、次いきますよ。はい、淡路島ならではの美味しさを、はい、おー、渦潮。そう、渦でもう狙ってたわけですね。
はい、道の駅うずしおという駅です。はい、これメニューは何ですか。淡路島ならではの淡路島バーガー。そうですよ、これハンバーガーですよ。淡路島バーガーです。お二人取らないと、これハンバーガーのこれ、ね、これちょっと今度特集しましょうよ。これ特集ね、そうですね。そう、ぜひね、淡路島バーガーの特集をね、はい、これ非常に美味しいですから、はい、ぜひ食べてくださいね。はい、いきますよ、次。はい、地鶏から彩り豊かな、はい、おお聞いた。はい、これどこですか。地鶏から彩り豊かな野菜まで吉野の恵みを一つに凝縮、道の駅、はい、吉野寺大淀アイセンター。はいですね、奈良県にあります。奈良県なんですね。これ幕の内弁当なんですか。そうです、幕の内。豪華。そう、旬の野菜とかね、地元の素材がたっぷりということですね。絶対美味しい。絶対美味しいですよ、これはね。間違いない。お腹減るカルタですね。お腹減りますね、これね。お腹すりましたよ。はい、次いきますよ。はい、思わず目を見張ってしまう美味しい郷土料理が、おー来ましたよ。それですね、はい、はい、これどこでしょうか。奥熊野古道本宮です。そうです、おめでとうございます。和歌山の田辺市にあります。熊野古道でしたね。そうですよ、熊野古道といえばのめはり寿司がついてる、めはりセットですね。大好き、めはり寿司。これ美味しいですよね。これも非常にヘルシーですからね。はい、ありがとうございます。次いきますよ、紀州山間地方の、はい、ミラさん目の前やったのに、もったいない。それも和歌山や。熊野ですね、はい、熊野市にあります和歌山。紀州山間地方の素朴な味を堪能できる二大名物は非食ということです。そうです、おめでとうございます。おめでとうございます。これも大好きなめはり寿司。めはり寿司、あ、好きなんや。そう、めはり寿司めっちゃ好きなんですよ。ね、めはり寿司ってそもそも和歌山のものだったんですか。和歌山ではなくて、和歌山ですね。で、これはまあ三重にあるあれなんですけど、三重と和歌山の境目みたいなところですかね。なるほどね。はい、ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次いきますよ。はい、琵琶湖ならではの素材で。はい、はい、これどこですか。琵琶湖ならではの素材でここだけの味わいを堪能。はい、塩津街道。そう、味釜の里。はい、おめでとうございます。ね、滋賀県の船寿司茶漬けセットというね。美味しい。独特の香りがありますね、これね、船寿司は。美味しそうですね。今食べたいですね、これね。出てこないですか。出てこないですね。出てきてほしいな。出てきてほしいですね。ちょっとドラえもん呼ばないとちょっと無理ですね、これはね。はい、次いきますよ。はい。こだわり食材で作るメニューは、ほい。はい、これどこですか、これは。はい、こちらはですね、はい、伊勢本街道三つ江という駅です。そうです、おめでとうございます。これ奈良県にあります、これね、もみじラーメンっていうね。美味しそう、これラーメンいいですね。そうです、あっさりした醤油味のスープ、ね、細め。鹿肉のチャーシューが入ってます。うわ、鹿肉。そういうのやっぱりあるといいですね、ご当地のね、食材が。珍しいですね。珍しいですよ。いやー、さすがですね、皆さん復活しましたね。さあ、行きますよ。もう残り少ないですからね。9枚ですかね。9枚ですかね。はい、はい、地元の新鮮な食材を使った、じゃあ続き皆さん読んでください。はい、地元の新鮮な食材を使ったビュッフェがなんと700円で食べ放題。安い、安い、安いですね。これどこですか。久美浜三階館ですね。三階館、そうです、京都、はい、京都京丹後市。ブッフェが700円。700円めちゃめちゃ安いですよ、これ。安いですね、食べ放題ですからね。びっくりしますね、よだれ出てきた。 ねよだれ出てきますね。これもぜひの、今全部食べれる自信ありますね、これ ね、 ね、さあ次いきますよ。はい、次はね、ヒントはすごいインパクト大のやつが出ますからね。全部インパクトありますよ、うん、はい、あれ、あ、でもこれないですね、すみません、僕用意したやつがそこになかったです、これちょっと飛ばしますね。はい、いきます、はい、あ、でもこれもインパクト大です。炙り田島牛が、よっしゃー、勢いでいきましたね。これいいユーストですね、これね。セクシーショットとか来てますからね、これ。はい、これどこですか。炙り田島牛がたっぷり乗った丼が人気急上昇、はい、ヤブ温泉、田島楽座。あー、いいですね、いいですね。これはね、ヤブ市です。ヤブ市、これでヤブって読むんですよ。僕のヤブとはまた違う感じでね、はい、うわー、これ牛炙り玉とろろ丼、めちゃめちゃうまそう、これ、ね、しかもこれ田島牛やのに1000円で食べれる、はい、そうですよ、安いですよね、丼になるとね、これだけね入ってね。そうですよね。これ何ページですか。これはね、17ページ、皆さん道の駅別冊の17ページに掲載ですからね、はい、見てください、見てください、ね、はい、ミラッチョラストスパート来ましたよ。頑張ってくださいね。はい、行きますよ、はい。絶好のロケーションで、ああ、島田が頂点でしたね。来た。
飛び込みましたね。はい、はい、これどこですか？淡路。はい、絶好のロケーションで淡路の味覚を満喫しよう、ロコモコ風淡路牛丼。そうです、おめでとうございます。淡路牛丼ですね。これもね、淡路牛使ってるんですけど、なんと500円。非常に安い。2人で行っても1000円。1000円、安い。嬉しいですね。そうやね、これね、美味しいもん安くてね、いいですよね。いいじゃないですか、ね、食に貪欲な人が勝つゲームだなって今いただきましたね。みんな貪欲ですよ。みんな今貪欲ですよ。もうお腹空いてますからね。さあ、もうサクサクっといきますよ。はい、はい、ですね、地元で採れた、はい、めっちゃ遠いところにあったのに、今地元って見たらすぐに飛び込んできた。マジですか？すごい、はい、これじゃあ読んでください。地元で、地元で採れた鹿肉をいろいろな料理で味わう、はい、道の駅、はい、山崎。そうです、鹿肉大好き。はい、兵庫のね、思想市ってとこにあるこれ、イノシカ町丼。すごい、すごい、たまらん、たまらん、ね、めっちゃいい。そう、これはイノシシと鹿とカモの3種の肉が乗ってるから、イノシカ町ね、贅沢な、1300円しますよこれね、ぜひ食べてください。それでも安いですよね、はい、そうです、安いですよね。はい、次いきますよ。はい、新宿だ。怖い。ちょっと若干怖い感じがしました。若干怖い感じになりましたね。そのままでぐれが必要なのね。ねえ、はい、こっちです。はい、はい、伊勢志摩。伊勢志摩。新宿にちなんだ名物がいっぱい、 B 級ご当地グルメもチェック。はい、新宿の塩ソフトクリーム。そうです、これね。塩ソフト。すごい。美味しそうですね。美味しそうですよね。塩と甘いものって最高ですよね。最高ですから、ね、クリームー、海のミネラルが豊富ということでね、いや、これもおすすめですからね。なんか綺麗になれそうで、そう、わ、残すところあと4枚になりましたよ。はい、ね、今お手つきしました。お手つきしました。一回します。いや、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、大丈夫ですよ。はい、いきます。いいですよ、もう。はい、松坂牛の、はい、よっしゃー、うわー、もう狙ってましたね、完全に。もう、はい、髪の毛を振り乱して、松坂牛の柔らかな肉質に感動、はい、工夫満載のユニークグルメが注目。はい、こちら松坂市飯高駅。そうです、飯高駅という道の駅ですね。松坂牛の1300円。え、これ飯高駅っていう名前、はい、お店なんですか？あ、お店というか道の駅の名前が飯高駅っていう道の駅ですね。そうなんです。いや、めっちゃ美味しそう。松坂牛丼が1300円で食べれちゃいます。そうですよ、もうこれものすごいボリュームですからね。はい、いや、おすすめですよ。残り3枚ですね。あと3枚ですよ、これね、はい、いいですか？はい、太平洋です。本当のカルサの番組っぽくなってきましたね、これね。今いいスピードでしたよ。はい、はい、読んでください。こちらですね、はい、太平洋で育った海の幸はトレトレピチピチ、お道の駅志原海岸未来館です。そうです、未来館です。皆さんならではの未来館取りましたよ。ありがとうございます。和歌山の白浜町にありますからね。はい、そうですよ、ね、お作り盛り合わせ定食1350円、ね、トレトレピチピチ、トレトレピチピチですからね。残り2枚のちょっと真ん中に、はい、あ、真ん中にじゃあもうおろいて、はい、はい、平等に、そう、はい、そう、もう囲んでいただいていいですからね。はい、いきますよ。山の幸。誰が打ちました？大丈夫ですか？打ちましたは誰ですか？楽しいです、ね、はい。はい、道の駅ふるさとセンター応答の熊野さん、熊野、熊野さんさん定食ですね。熊野さんさん弁当。あ、弁当ですね。はい、定食でーす。おめでとうございます。はい、和歌山でありますね。あ、和歌山？和歌山の田辺市にあります。あ、そうなんや、お母さん撮ったよ、はい、お母さん見てる、和歌山出身なんです、ね、お母さん撮りました、娘さん、ね、そうそう、渦巻きゲットってきましたね。おめでとうございます。これ最後1枚で普通に紹介しましょうか。あ、そうですね、もうあれですもんね、はい、お願いします、はい、残りました四季折々の泉州産の食材を手作りメニューで満喫しよう、道の駅、はい、アイサイと言いますか？アイサイです。アイサイランド、はい、岸和田市にあります、大阪。出してもらってて、岸和田のケーブルテレビに、テレビ岸和田っていうケーブルテレビなんですけど、はい、で、あのニュースとかも読ませてもらってるんですけど、紹介とかしますよ、アイサイランドね、アイサイランド、はい、いやー、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんね、兼近の桃とかいいと思いますよ。あ、桃もあるとか、ね、桃もありますよ。いや、でも道の駅特集っていいですね。いや、でも面白かったですね、これね、面白い、こんなところに、こんな美味しそうなものがあるんやっていう発見が、ね、そうですよ、そうですね、皆さん枚数数えてくださいね、お手元の枚数数えて、せーの、あ、1でいきましょうか。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、おー、皆
さん大勝利でしたね。はい、じゃあそれをそれぞれ5ポイントずつかけて、はい、金山さん集計を、じゃあいいですか。はい、はい、じゃあ3位から発表していきましょうかね。はい、はい、では3位から発表します。はい、3位の発表、第3位は、第3位は40ポイント獲得しました。はい、しばちゃんです。おー、しばちゃんおめでとうございます。ね、しばちゃん40ポイント、まあでも検討しましたよ。はい、ね、頑張りました。渦巻き全部取れたから、渦巻き全部取れましたから、そうキャラは守りましたよ。渦巻きキャラは大丈夫です。ですね、はい、そう、じゃあいよいよどっちだ。だからどっちと接戦じゃないですか。接戦なんですよ。だから皆さんはカルタめちゃめちゃ取ってるんですけど、はいはい、さっきの1問目ヒカルさんめっちゃ取ってるから、はい、接戦、どうなるかな、どうなるか。ちなみに1問差なんですよね。え、1問差だから5ポイント差なんです。え、2人の差が、え、どっちやろ、どっちやろ、うわ怖い、どっちこれ。じゃあ1位発表ですね。じゃあもうね、1位発表しますよ。1位発表、1位を発表しますよね。はい、はい、じゃあ第1位の発表です。はい、ダラ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 ダ。じゃあ優勝したミラッチョさんには素敵な、はい、ね、銭湯のセットが、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。結構嬉しいものですね。いや結構いいものが、萌えちゃんも、萌えちゃんね、はい、これじゃあこれミラッチョさんのブログにもこれもちろん掲載が、はいはい、ね、ぜひ掲載させていただきます。はい、ね、本当ね、5ポイント差の60ポイントだったので。そうですよ、ヒカルも惜しかったですね。カルタの時に本当にどっちかが上になったり下になったりってずっとしてたんですよ。あー、最後すごい、カルタ最初で稼いでてよかったですね。よかったですね。ガンガン取っててよかったですね。遠慮せずにガチで取りに行きましたから、ね、いやそう、あれガチだと絶対負けてました。ワンポイント差ですからね。そうです、そうです。いやー、すごい、ヒカルも惜しかったですね。残念、悔しい。いや、おめでとうございます。ミラクル様の土曜のリベンジってきましたね。ハンバーガーで負けましたけども。でも本当に、はい、負けちゃったんですけど、はい、なんかね、もう思わぬとこ、うん、e スポットの紹介がたくさんあって、ね、だいぶ皆さん、ね、頭にも残ったじゃないですか、はい、ゴールデンウィークここ行きたいみたいなね、出てきましたね。そう、いいですね。いや、ありがとうございます、本当にね。はい、じゃあ、ここでエンディングになるんですけども、はい、皆さんからもう一つずつまた告知をお願いしたいんですけども、ね、じゃあ、しばちゃんから。しばちゃんから。はい、では、はい、今日はピーチーズ代表ということで、はい、ピーチルー読売テレビは、ね、毎週日曜日深夜25時45分から放送中のピーチルーの代表で、しばちゃんこと柴田彩がお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ピーチルーの方は今、新メンバーオーディションをしておりまして、メンバー、そうなんですよ。あら、そうです。落ちたやつ、私が落ちたオーディションですよ。そうそう。え、あ、それでも落ちちゃったんですか。そうそう。なるほど。誰になるのか、誰になるのか、ヒカルさんではないということですか。残念。ヒカルさんも機会があればお願いします。敗者復活戦とかあれば。二人でイベントも出てますので。そうなんです。はい、あの、またね、4月30日に日本橋でありますイベントとかいろいろあります。あと私は明日、渦巻きナイトというソロライブを。渦巻きナイト、渦巻きナイト楽しみ。怖いやつですか。いや、怖い、それは怖くないやつ。全然ね、はい、私のライブイベントなんですけど、ソロでやってて毎月、はい、それが明日です。4月18日の明日、はい、福島五丁目劇場というところでやるんですけど、はい、またツイッターとか、はい、あのメブロとか見てみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。またユニットでも遊びに来たいです。あ、まあ、ぜひぜひね、もうお呼びしますから、はい、ぜひ来てくださいね。はい、お願いします。いや、もうファンの方も、まあ、しばっちゃん再会かってちょっと悲しい ね。あ、でも渦巻きは取ったよ。渦巻きは取りましたからね。さっきお褒めの言葉で渦巻きはちゃんと取ったからライみたいな来てました。それは大事ですからね。大事です。はい、ありがとうございました。しばっちゃんでした。はい、続いては木下さん。はい、はい、歩くテーマパーク木下からです。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。私は、関西を中心に活動しておりまして、はい、今と番組は京都テレビ KBS 京都のモラールドットテレビという商品紹介の番組、うん、そしてあの CS スカパースカイ A で、うん、あの大阪プロレスのソレイキ大阪プロレスというプロレス の、 あの、うん、実況中継を、はいはい、で、石川テレビという北陸の番組で映画情報番組のリポーター、はい、それからそれから、あ、そうです、さらにジェイコム関西で、はい、ジェイコムの、うん、
大阪の北摂エリアを紹介するという番組をやっております、はいはい、また私もあのライブ活動なんかもやってますので、うんうん、詳しくはアメーバのブログでチェックしてください。広瀬ひかるってあのひらがなで検索していただければ出てきます、はい、ブログ、はい、はい、チェックしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ヒカルンさんもね、いろいろメッセージ来てます。ヒカル残念とかいろいろ来てますよ。いや、悔しいけど、ね、まあ、でもね、あの素敵な企画に呼んでいただいて嬉しかったです。ね、まさかこんなに盛り上がるなんてっていうね、カルタ斬新でしたね、これね。カルタ正解でしたよ、ね、本当にね。そう、そしてそのカルタで見事、はい、逆転おめでとうございます。はい、最後じゃあ皆さんからの告知をお願いします。はい、私はですね、朝日新聞さんの方で、うん、毎月ですねコラムを書かせていただいています、はい、滝口美奈の映画見らねばというコラムなので皆さんぜひ見てください。映画、そして他のですねレギュラーの、はい、番組などは、詳しくは私のアメブロのホームページの方を見てください。よろしくお願いします。そしてですね、明日じゃないですか、はい、4月の21日土曜日にミラカナ姉妹というイベントをさせてもらいます。場所はですね北堀江の自由カフェにゃんというところでやらせてもらいます、はい、ぜひ面白いイベントになる予定なので、うん、即興芝居の方を見に来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あのミライトエンジェルさんも本当にミラさんが勝利してるのが珍しいわという。そうなんですよそんなに負けてたんですね。負け負けでも勝負ごとは全然弱かったんですけども。そうですか。いや本当にありがとうございます。ガチがやっぱ大事ってことなんですかね。すごく嬉しかったです。ミラッチョ脅威の追い込みとかね、ワインゲットとか来てますよ、ね、昔からカルタはすごい好きだったので。あ、カルタが良かったんですね。良かったですね。そう、あとヤムストリームで来てたあの兵庫バーガー協会の会長が、はい、あの決勝戦僕とやりましょうとか、はい、おめでとうちバーガーとか来てますね新しい言葉を生み出しましたね。はい、だからぜひ2回目をね、早急に放送してくださいっていうコメントをね。嬉しい、嬉しいですね。これはいい番組でした ね、本当にね、はい、皆さん本当に真剣に戦っていただいて、すごい3人あの素晴らしいねっていうコメントも来てるので、ね、ありがとうございます。ミラカナ姉妹見に行くよも来ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、すみません、はい、ちょっと時間オーバーしちゃいましたけども、はいはい、関西ウォーカー TV これで終了になります、はい、関西ウォーカー最新号は今日発売、今日発売です。ゴールデンウィーク大特集と、はい、道の駅の別冊付録がついてきますんでね、はい、皆さん書店で必ず2冊持って帰ってくださいね、はい、1冊だけじゃダメですよ。これ絶対ついてますからね、はい、これタダですからね、これ入ってますからね、はい、これ2冊を必ず持って帰ってくださいというわけでね、はい、で次の5月8日の時にはピーチーズ全員出演しているので、うん、次も見てください。次もぜひね、はい、はい、買ってください。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで関西ウォーカー TV ご視聴どうもありがとうございました。また来週、さよなら。取材で食べ過ぎ丸くなるだけれども、彼にかかれば行列のお店になる。徹夜も当たり前、原稿流し込み、手には栄養ドリンク、必死で頑張ってる。視界はゆるゆる関西ウォーカー、それでも見てな、しっかりやるわ本間頼むで。カン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 関西ウォーカー、いつもあなたのその心に。追われて溜まってく領収書、考慮後はみんなで未明の飲んだくれ。
素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあった